そうだ、キリュウ。お前の携帯。ああ、すまない。シンジから伝言が入ってる。聞いてみろ。シンジです。さっき錦山組の門から聞いたんですけど、兄貴の情報、錦のおじきに筒抜けみたいで、そばに怪しい奴がいるはずです。お気をつけて。伊達さん、花屋のところに行ってくれないか。おお、お前無事だったか。どうした？一つ頼みがある。どういうことなんだ、キリュウ。もっと早く気がつくべきだった。歌堀のところに行った時、ニシキは俺宛に電話をかけてきた。あいつには俺の動きが見えていたんだ。ああ、それに水死体が水木じゃないなら、ペンダントの秘密は誰から。ユミは失踪中、ハルカとニシキヤマが接触したこともない。なら出るぞ、キリュウ。セレナの映像だ。4日前の映像を頼む。お前まさか。そこだ、再生してくれ。ちょっと出てくる。いってらっしゃい。今キリちゃん出てったわ。なんか堀氏の、そう、歌堀。わかった。それじゃ。あのレイナが。嫌だよ、こんなの。キリュウ、お前がここに来る前、ハルカを探してほしいって女が来た。この話覚えてるか。ああ、この女だ。伊達さん、行こう、セレナ。キリちゃん、このメモを見ていたらもう分かってるよね。そう、錦山君に情報を流していたのは私。本当に本当にごめんなさい。私、錦山君のこと愛してた。彼に振り向いてほしかった。だから彼の喜ぶことは何でもした。あの人が望むことは何でもしてあげたかった。それがどんなにいけないことかは分かっていたはずなのに。本当バカだよね。でもあなたたちに会って何が大切なのかを思い出した。今更だけどね。私は責任を取りに行こうと思う。私なりの責任を。レイナ、シンジ君、お前どうした？レイナさんです。兄貴を裏切っていたの。ああ、俺もさっき知った。レイナさん、セレナに錦山さん呼び出して撃とうとしたんです。何？今、俺と逃げてます。シンジ、今どこだ？よくわかりません。ミレニアムタワー、サイの河原が見えます。シンジ、待ってろ、すぐに行く。それまで絶対に死ぬなよ。
寄ってきます。
わ。いらっしゃいませ。ふう、食った。ありがとうございます。またな、キルちゃん。おもろいな。
なんだ。すがや、せや、またな、キルちゃん。おもろいな。金持ってねえか。おい待てよ。さっきまで飲んでたんだけどな。これからもう一軒行こうと思ってんだよ。だが金が足りねえ。そんでよ、お金ちょうだいよ、お金。邪魔だ。うっしゃ。待て Hold it! Hmm!
カの動き。またな、キルちゃん。おもろいな。
痛えな。どこ見て歩いてんだ。ごめんなさい。さすがや、またな、キルちゃん。おもろいな。金持ってねえか？さっきまで飲んでたんだけどな。これからもう一
おい、あの、おい、
今どこだ？雑居ビル跡です。サイの川の近く、バッティングセンターの裏。分かった、すぐ行く。早く来てください。俺が行くまで死ぬな。ちょっとお前に向かっています。でもこのままだとすぐに追いつかれそうです。分かった、すぐにそっちに向かう。昔キャバクラがあった雑居ビルにいる田中のおじきは女連れて屋上に逃げてるぜ。今おじきを探していた奴らを集めているところだ。お前らも大至急来い。なんだと、アラセの兄貴？そいつはまずいな。兄貴が来たらビル中蜂の巣になっちまうぞ。兄貴が来る前に何とかして終わらせるぞ。とにかく来い。じゃあな。
い。うわっ、くそ。Thank you.
待て。あ、兄貴。キリュウさん、邪魔しないでください。黙れ。近づかんでください。これ以上あんたに組み荒らされたくないんだ。お前シンジに銃向けて恥ずかしくないのか。お前らの兄貴分だろ。悪いのは田中のおじきです。親に背向けて組裏切って。錦は登場会を裏切ってる。本当の裏切り者はどっちだ。うるせえ。俺たちには親が絶対なんだ。親殺しが口挟むんじゃねえ。打ちたきゃ打てよ。シンジは打てて俺は打てねえのか。何ちんたらやってんだバカ野郎。レナ、さっさと弾いて終わらせろや。蜂の巣にしてやる。
そ。兄貴、すみません。最後まで。シンジ。風間のおやっさんはアケビって女に預けました。俺の女です。わかった。アケミだな。兄貴。これを。シンジ、お前、シンジ、シンジー！